なでしこジャパンは、女子ワールドカップのラウンド16でノルウェーに3対1で快勝。この試合で勝利を決定づけるチーム3点目を挙げたのが、宮沢ひなただ。画像、なでしこレジェンドの足跡をたどる。宮沢沢のスペシャル画像23歳アタッカーは、これで今大会通算5点目。元なでしこの差は誉れ氏が持つ日本の W 杯1大会の最多得点記録に並んだ。 メモリアルな活躍にフィファの女子ワールドカップ公式アカウントが、なでしこレジェンドの足跡をたどる。と綴り、宮沢と沢を並べたグラフィックを公開。桜が舞い散る中、二人は歓喜の表情を浮かべている。この投稿に世界各国のサッカーファンが反応。以下のような声が上がった。欧州でプレーする宮沢が待ち遠しい。日本にいるのはもったいない。泣けてきた。 得点を狙ってほしサワ・ホマレからバトンを引き継いだ宮澤・日向日本の攻撃は組織的で正確どのチームにとっても大きな脅威だ日本は最高のサッカーをしている完璧ではないがとても堅実優勝候補の本命だ2011年のなでしこチームは素晴らしく感動的だった今回の日本チームはそれよりもさらにタレント性があるかもしれない2011年を繰り返す 日本の D は世界チャンピオンになってもらいたい、回進撃を続ける、なでしこジャパン。準々決勝の相手は、スウェーデン対アメリカの勝者となる。四強進出をかけた一戦は8月11日だ。